五枚花の基本を説明していきます。まずテキストにもあるように五枚花の基本として 1,2,3,4,5 このようなバランスで五枚花を作るのが基本になります。でこの赤い線のようにこう斜めにまっすぐ線を引いた時に2と3をこう線が走るようなイメージのバランスで作るといいです。で1,2,3,4,5というような順番で花びらを作っていくとうまくバランスが取れます。で基本的には五枚花は中心に向けて全ての花びらがこうまず雫の形を作っていかないといけないんですが、その雫の先が全て同じこの中心に集まるように作っていきます。ではまずこの1番から順番に実際に作っていきます。では先ほど同じ玉が取れるように練習をしたんですが、その玉を実際取って花びらを作っていきます。でまず、チップの上に玉を置いて雫のような形でこう引っ張って作っていきます。で筆にリキッドを染み込ませていただいて、パウダーを取ります。大きさは好きな大きさでいいですが、まずは1番のこの斜めのあたりに置いていただいて、で筆をちょっと直していただいて、先ほどご説明した真ん中中心に向けて引っ張ります。で筆を中心に合わせて寝かすように広げます。まず中心をこう広げて、その次に上側を広げて、次にこっちの下の端を広げます。このような感じでまず1枚目の花びらを作ります。次に2枚目を作っていくんですが、基本的にはこの筆をしっかりとこのようにこう三角になっていないとこの中心に合わせれないので、一回一回ペーパーの上で筆をしっかりとピシッと三角にしていただいて、寝かして筆を倒してというように動かしてください。次に2枚目の花びらを同じように作ります。ではこの辺に前目を置いていただいて、で同じように中心に向けて引っ張ります。で筆を整えてから中心を合わせてまずは寝かします。上側を寝かして、次に下側を寝かします。基本的に寝かすときはもう中心、この筆の角とここの角が一緒になるように動かしてください。中心は変わらないように動かします。次に3枚目の花びらを乗せます。中心に引っ張ります。まず先を合わせていただいて、寝かして上側の端を寝かします。反対の下側を寝かします。
このように花びらを広げてください。次に4枚目の花びらを作ります。筆を整えて中心に引っ張ります。筆を整えて寝かします。で、上側の端をまた寝かします。で、反対側の下を寝かします。最後に全体的なバランスを見ながら5枚目の花びらを作ります。この辺に玉を置いていただいて、腕を整えて中心に引っ張ります。寝かして、横に寝かして、横に寝かします。このような感じで5枚花の花びらのバランスをとってください。最初にご説明したように、すべての花びらの中心がこの真ん中のところに向かっていることを確認してください。で、お花なので最後にこの真ん中のところに多少やはりこのように薄くなってしまった部分とかがありますので、ここにストーンを置いていただいたりとか、 3D のこう玉を乗せてお花っぽく乗せていただいても大丈夫です。今回は 3D の玉を真ん中に置きます。さっきより少し小さめの玉をポンと真ん中中心に置いていただくと、そのままでもいいですが、少しこうやって広げていただいても大丈夫です。はい、これで5枚花の基本の作り方は終わりです。